こんばんは、ワタピーです。今回はね、配信などでプラチナ4の沼から抜け出せませんやダイヤ4から上がれませんといった質問をねよくされるので、これらのね上手くなるための考え方について少しお話しできたらなと思います。前提、基本、応用のね大きく3段階に分けて解説していこうと思います。ランク帯で表すと、前提はゴールド以下、基本はプラチナとダイヤ、応用はマスター以上の人に聞いてもらいたい話になっています。今から話していくことはね、完全に僕の個人的な意見なので、絶対にこうしろ正しいというわけではないので、ワンタピーとかいうやつはねこう考えているんだなみたいな感じでラフで聞いてもらうと助かります。では前提について話していこうと思います。これはねゴールド以下の人に聞いてもらいたい話と言ったのですが、これはね前提というだけあって、本当はね全員に聞いてもらいたい話になっています。まずブロンズからシルバー、シルバーからゴールド、ゴールドからプラチナに上がれないという人は、まずね、例えばプロだったりプレイヤーだったりね、上手い人のキャラコンなどのね基礎以上のことをね取り入れようとするのをまず一旦やめてみましょう。僕のね考えなんですが、ゴールド以下の人はね基礎的なことができていないことが多いんじゃないかなと思います。例えば高い場所を取って打ち合うだったり、遮蔽のところで戦うだったり、キャラごとのねスキルの使いどころを正しく理解し実用することができるなどですね。今ね簡単に3つほど例に出したと思うんですが、正直ねこれらを意識しないとできないレベルだと新しいことを覚えるのは難しいんじゃないかなと思います。新しいことや上手い人のプレイを取り込む意識自体は悪くないんですが、タイミングがね今ではないというだけです。理由としてはね、例えば敵と対面してね遮蔽使わなきゃと考えて壁ジャンしたりスーパーグライドしたりすることをね考え始めると、頭がねいっぱいいっぱいになってキャパオーバーしちゃうんじゃないかなと思います。上手い人はね意識して遮蔽を使ったり、高い場所をね取って打ち合ったり、リロードのタイミングをね考えて戦ったりしているわけではなく、無意識下でねそれらをやっているので、難しいねキャラコンだったり周りを見る時間などをね確保できているんです。長々とね話したんですが、簡単に言うと基礎的なことを無意識化にできるようになるまでたくさんエーペックスをしようということです。今ねどうしたらいいんだろうとか、何をしたらいいんだろうとね解決策が浮かばないという人は、大体プレイ時間が全然足りてないという印象を僕は持っています。そんな中でね、その時間がないから早く上手くなる方法を探してるんじゃんという人もいるとは思うんですが、上手い人はねみんなエーペックスをしているし、そんなね簡単に上手くなれたら全員上手いし、基礎的なこともね意識しながら他のこともできるでしょうみたいな人だったら、そもそも沼ったりしません。少しね厳しいことを言いましたが、時間をかければ必ず上手くなっていくんじゃないかなと思います。次に基本について話していきます。先ほどね話した前提ができているという上で話すんですが、今ね自分の目標が上手くなることなのか、ランクを上げることなのかをはっきりさせることが必要になってきます。ある程度ねApexをやるとランクも上がってきて上手くなったと感じる場面も増えるんじゃないかなと思います。ですがここでね、そのランクどうやってそこまで持ったんですかという質問をね一つしてみようと思います。アンチ街に行ってクラフトして時間を稼いで、ランクのね入場料のマイナスを少なくして芋ってやっと上げたのか、それともいろんなね場所で戦ってみて試行錯誤して経験を積んで上げたのか、このね2つには大きな差があると僕は思っています。もしね自分の目標がただランクを上げることなら前者は正しいです。そもそもねマイナスを少なくしてさえいればランクは上げやすいんじゃないかなと思います。ただ自分の目標が上手くなることなら後者であるべきだと僕は思っています。今ねこの動画を見ている皆さんはおそらく目標はね上手くなることだと思うので、その後者について詳しく話そうと思います。まずねランクが上がれば上手くなっているというのはイコールではないです。逆もまたしかりなんですが、上手くなればね必ずランクが上がるというわけでもなくて、ランクを上げるのが上手いのと Apex が上手いのは全くの別物だと思ってもらって大丈夫です。ランクをね上げるのが上手い人がApex 自体が上手くなるには時間がかかりますが、 Apex 自体が上手い人がねランクを上げるのを上手くなるのは早いです。これはね完全に僕の意見になってくるんですが、じゃあ上手くなるって何という話をします。戦ってね失敗したり違うムーブをしてうまくいかなかったりしてランクポイントをね失ってしまうのが怖いという人はね少なくないんじゃないかなと思います。ですがね一回ねランクポイントのことは忘れてみましょう。失敗してね学ぶことは本当に多くて、例えばレースでねポータル作らずに詰めてしまったから味方と差が開きすぎてしまって自分が引くことも味方が寄ることもできずやられてしまったならね、車線が通りやすいところを詰めるにはポータルを作って詰めようと反省ができるんです。自分がねできていないことは負けてみないとわからないものになっていて、上手い人を見てねできた気になっているのが本当に良くないです。
これはね、芋って芋って持っているとね、気づきにくいことなんじゃないかなと思います。つまりどういうことかというと、失敗して反省しようということです。一体ね、何がダメだったのか、どういうムーブが良くなかったのか、次はこうしてみようといったね、次回に生かすことを考えていきましょう。さて、最後に応用について話していくんですが、このね、応用は少し難しい話になってくるので、しっかり聞いてもらいたい話になっています。この話のターゲットは、マスターだけどプレデターみたいに上手くなれない人向けです。いつもね、負けた後反省はしているけど上手くなれないという方多いんじゃないでしょうか。そんな人にね、アドバイスになればいいなと思うんですが、結果論だけで反省していませんか？例えばね、自分たちが前にいる一つのパーティーにファイトを仕掛けようとした時に、実際はね、もう一つのパーティーがいて、そのファイトにね、勝てたけど結果ギョフられてしまったとしましょう。そしたらね、ギョフられなかったらなとか、ファイトしなければよかったみたいな反省をしているんじゃないかなと思います。そのね、目の前のパーティーに詰める時は他のパーティーがいることに気づいていなかったんだから、次ね、同じような場面になっても同じようなことをして同じ反省をしていると思います。これじゃ全く意味がないんです。じゃあね、どういう反省をするかというと、この地形だと周り見づらいから奥まで確認できるまで戦わないとか、そもそもギョフられる前提でノーダウンでやりきるとか、こういう地形では戦わないようにするとか、次にね、活かせる反省をしましょう。それとね、最初に失敗したアクションのみの反省をしていませんか？例えば味方がね、一人孤立してしまってダウンさせられてしまって、流れるままにやられてしまった時、一人ね、孤立したことだけを反省していると思います。これは間違ってはないんですが、上手くなるにはそれだけじゃ足りません。一人ね、孤立してダウンしてしまった、それはもうね、置いといて、二人で三人をどう返すのか、どうやったらその場をね、切り抜けることができたのかを考えましょう。例えばポーザルでね、一度家の上を取って登ってくる敵を撃てるような形にすれば勝てたかもしれない。ホライゾンウルトで分担してフォーカスすれば2対2の状況にできたかもしれない。ここまで考えないと上手くなるには時間がかかるんじゃないかなと思います。毎回ね、万全な状態で敵と戦えるとは限らないので、今その状況で何ができたのか、何をするべきだったのかを考えていく必要があります。これがね、できるようになると、とっさのね、判断力が引き鍛えられるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、この3つのことについて長々と話させてもらいました。冒頭でもね、伝えた通り、完全にこれは僕の個人的な意見になっています。なのでね、これが必ずしも正しいとは限らないし、こうしろという意味でもないです。中にはね、いやいや、ランク上がっていれば上手くなってるでしょうみたいに考える人もいると思います。ね、別にそういう人はね、そういう人でいいと思いますし、それが悪いというわけではないと思います。僕はね、ただこう考えてるよっていうだけの話で、参考にできる部分はね、参考にしてほしいなと思ってこの動画で話してみました。この動画がね、良かった、参考になったよって方は、チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。毎日ね、夜はこのチャンネルで配信しているので、覗きに来てくれたら嬉しいです。じゃあバイバイ。